ユーリペトロービッチ・トルトネフは、ロシアの政治家。2004年から2012年までロシア、連邦天然資源省。その後大統領補佐官を経て、2013年8月に、ロシア連邦副首相権、極東連邦管区大統領全権代表に任命された。1956年3月1日ペルミ州、モロトフ市近郊にある、ポラズナ村に生まれる。 1978年ペルミ工科、大学鉱山学部を卒業し、鉱山技師の資格を取る。在学中から、石油ガス管理企業体、ポラズナネフチやコミネフチで働き、掘削の助手や石油ガスのオペレーターなどを手掛けた。大学卒業後は、ペルミ石油工業調査設計研究所に所属し、若手研究者として勤務した。 1981年から1986年までコムソモール活動に従事しペルミシュコムソモール委員会に勤務した。1986年から1988年までペルミ州執行委員会スポーツ委員会議長を務めている。1988年友人とコーポラティブ方式でコープラティブコンタクトを設立しスポーツシミュレーターの開発と製造を始めた。 コンタクトが開発したシミュレーターは国家機関や公共団体で使用された。1996年ペルミ市長選挙に立候補し第1回投票で61.42%を獲得し当選する。2000年にはペルミ州知事選挙に立候補し51.48%を獲得し当選する。2008年ロシア大統領選挙では何人かの政治アナリストは トルトネフの立候補を予想した。トルトネフがプーチン体制を維持することの可能なテクノクラートとして政権内から歓迎されると予想したのである。もっともトルトネフ自身はマスコミのリップサービスを一個だにせず、知事時代から他の地方長官たちが与党統一ロシアに参加する中、一線を画して中立的な立場を保ったのと同様、大統領選でも一貫して、 自身のスタンスを保った。2013年8月31日、プーチン大統領は、医者 F 極東発展証券、極東連邦管区大統領全権代表を解任し、公認の全権代表に副首相兼任でトルトネフを任命した。2015年8月13日、北方領土のエトロフ島で行われている、ロシアの若手研究者らを集めた教育フォーラムに出席した。 趣味は、ラリーと空手。2020年開催の東京オリンピックに、極新空手を正式種目とすることを目的とした、組織、極新世界連合の発起人である。クエには現在、アクップ、イフック、KWF、ローヤマ発を率いる極新館などが加盟している。2015年10月に、ロシアハバロフスクにおいて、第2回クエ世界大会を開催。 クエと提携関係にある、緑剣寺率いる、新曲新会からも選手が派遣され、フルコンタクトから世界の大同団結に向けて大きな一歩となった。ありがとうございます。